日本関東地方神奈川県横浜市施役施役は横浜市を構成する18行政区のうちの一つ横浜市の最西端に位置する相模や大地相模平野に位置し相鉄線を挟んで北部は平地が広がり南部は川沿いに段球状になっている区域は大和市との境界である境川に沿って南北に細長く5つの川が流れている北部は 東京都町田市、緑区、南部は泉区、東部は旭区に接している。東京都心から約4 0トルから4 5トル横浜市中心部から約1 5トルから2 0トルほど。気象庁横浜地方気象台の情報や注意報、警報は横浜、川崎である。横浜市内ながら内陸部に位置しているため、冬には氷点下も出す地域で、 気候は夏暑く、冬寒い。山都市との境に、境川が流れている。他に大門川、藍沢川、泉川、アクワ川がある。泉川とアクワ川は、源流が区内にある。2004年度の区内の緑比率は35.9%で、横浜市平均の31.0%を上回っており、横浜市内ながら自然環境が豊かな町であり、 東部の蜜橋町や東野には、瀬谷市民の森、南部の宮沢やアクアには、宮沢ふれあい樹林、東山ふれあい樹林など樹林が多く点在する。瀬谷八福神、特前軸内の9カ所で遺跡が確認されている。1978年、瀬谷西高校の建設工事で、奈良時代と思われる横穴墓が検出され、人骨が出土した。同時に、洞窟の跡も見つかっている。 正門から校舎に向かう道路の下部付近である。明治期は養蚕が盛んで、区内には桑畑が多くあった。上世屋の野鳥館、中屋敷の石井製紙場本郷の川口製紙場北村の小沢製紙場新道の森屋製紙場下世屋の千田製紙場などがあった。多くは昭和初期までに廃業している。区内最大の製史工場は1960年頃まで、 営業していた本郷館であった。アクアには期待静止、大掛けの大郷館が長屋門公園前にあった。現在では静止場跡地の看板が立っていて、当時は江戸アクアとも呼ばれていた。アクアの長屋門の前でも静止工場が営まれ、長屋門で養蚕が行われていた。必要になる水は現在長屋門公園になっている地下に横穴が掘られ、そこから水を引いていた。 現在では、鉄の柵で囲われている。この頃、セ谷学者、二つ橋学者、若宮学者、新道学者、アクア学者ができたと言われている。戦時中は、区内のいくつかの土地が、軍に強制収容され、軍用地になった。上瀬谷、本郷、南大大後製作所、航空鉄砲弾を、主として、製造等である。東京府立、 第七中学校などから学徒が動員されたという記録がある。瀬戸には疎開先にもなり、横浜中心部から学童が疎開をし、1944年、1945年には一時的に人口が増えた。戦後、上瀬谷はそのまま米軍に接収され、南大は米軍の通信基地にされようとしていたが、住民の反対運動で回避、土地は相鉄、三菱を開始。 横浜市に売却され、市営のアパートになった。また本郷には、川口航空機、セア六丁目付近には、港川酸素工場など、区内各地に、軍需工場があった。4月3日午後10時ごろ、米軍の重爆撃機1機が、本郷原の上空に開い、爆弾28個を投下。その他、昇夷爆弾による家屋の消失が相沢、に橋、橋戸でもあり、中でも、中村では、 ほとんどが灰と化したと伝わっている。その他候補には、相模区、富士見区、港西区、昭和区、緑区、堺区、浜西区、北戸塚区などがあった。施役内では、住居表示に関する法律に基づく住居表示は、実施されておらず、すべて町名と地盤を整理する方法により、住所整理が実施されている。町区域設定前の町名討論で下線がある。町名は、 その全部、それ以外は、その一部である。聖役役所管内。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z、AA、a a a b a c a d i a f a g r i a j a k i r a m 1 a o a p a q r a z a t a u a v o w a x i o z b a b b b c b d 町名地盤整理実施区域。警察消防商業施設は、 駅周辺とロードサイド店舗などと多岐にわたる、営業中の金融機関、編集セヤ銀行、編集1907年、セヤに設立。1935年、鎌倉銀行に営業上と、鎌倉銀行は1941年に、横浜更新銀行に営業上と、2012年現在、横浜銀行中山支店が、セヤ銀行から継承して営業している店舗である。 かつて区北部には国鉄所有の土地があり、その跡地を中心にして工業団地が造成された。東名高速横浜町田インターチェンジや国道16号、国道246号に近いことから、横浜総合卸センターや横浜インナーパークなどの工場団地が集中している。生活共同組合連合会やコープ、富士市ティオ、カオ、セコムの物流センター、 伊東洋稼働の物流拠点、読売新聞、日本経済新聞、東京新聞の印刷工場、佐川急便、日本通運、ヤマト運輸などの流通拠点がある。またセコム、清水建設、太平洋、セメントグループの定休横浜本社、工場、オリックスなどが工場や事務所を置いている。区内には開発されていない土地もあり、農業も盛んである。 上聖谷の農業専用地区は横浜市内にある農業専用地区の中でも一番広く92万平方メートルある。北部を中心にウド栽培が行われ、その産地は海軍道路周辺に集中する。これはすでに撤廃されている上瀬谷通信隊の周辺における建築物の高さ制限、同時に 旧帝国海軍による弾薬庫の遺構が多数残されていたことなどの理由によって農作物として半地下で栽培できるうどが選ばれたためである。下瀬谷地区では路地野菜やハウス栽培が中心。悪は南瀬谷地区を中心に芝の栽培が盛んである。悪は宮沢地区では落農、肉牛、養鶏の農家がある。また各地に直売所がある。 公海道図書館地区センターコミュニティスクール、竹村町の明光寺本省は、鎌倉時代の作と言われ県の重要文化財に指定されている、野球場サッカーフットサルプール、水泳場は体育館、テニスゴルフスポーツクラブサイクリングその他、建築協定のある、住宅地団地地域防災拠点は、学区の小中学校が割り当てられている。広域避難場所は、ほぼ相鉄線を境に、 北部は米軍上瀬や通信施設一体、南部は下瀬や入り口一体高地が指定されている。また水害に対する備えとして、区では境川のハザードマップ作りを進めている。公立私立小学校を卒業した生徒の公立、中学校進学率は90.8%で横浜市内で一番高い。瀬谷区内に駅を有する鉄道は相模鉄道本線のみである。 三津橋駅1960年廃止、廃止された路線バス、編集区内における都市計画道路の進捗率は30%台で、市の中でも一番低い。市では、環状4号線の開通を手始めに、神奈川県道40号横浜厚木線、神奈川県道401号瀬赤潮線、中原街道の山和市川、旧国道16号などの整理事業を計画。 推進している。区内最初の交通信号、海軍道路と旧国道16号の交差点。区内には約90カ所の公園がある。また2005年度より一部の公園でによる管理や運営も行われている。区内を流れる河川沿いに浸水公園やプログナードを整備している。区は都市計画において自然環境づくりの方針を第一に掲げている。 主な寺を巡る聖夜八福神がある。主な寺は聖夜八福神を参照。所在地、祭礼日、その他1月4月8月10月文化人芸能、関係スポーツ関係。ありがとうございます。